ルアーももらえるかも、ステッカーももらえる、絶対。そんなスペシャルイベントやってます。詳細は概要欄に。こんにちは、シーバスルラボです。今日もスイムの前に、キャスト感、ちょっとした使用感っていうのを僕なりの目線でファーストインプレッションのコーナーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。招待で今日のルアーはこちら、OSP さんから出てるね、これバスメーカーなんかな、のルドラ、はいはい、これ140ミリやったかな、130ミリのジャークベイト、でまあ一応ねサスペンドタイプっていうことなんやけど、はい、多分やけど淡水での話やと思うよね、うん、ね実際に浮いてきたもんね、浮いてきた海水で、うん、なんでまあバスルアーなんで、まあ、淡水でのことだと思います、うん、違ってったら違ってるって正直に言ってください、はい、でまあこの重心移動が、うん、マグネット固定じゃないけど弾の重心移動が3発入っとるよね、うん、うん、なんかでもこの図体の割にはそう弾ちっちゃいよね弾こまいよね弾こまいね。であとはここに腹面にね、多分これジャークでの安定性が増すんかな、はいはい、うん、ウェイトが2発で折るね、うん、さあこれで、あとはそうそうこの六角形のリブ、そうこれがもう多分なんか強い、強いんかな、鱗みたいだし強なんかいいよね。そうはい、じゃあちょっと投げてみます。なんかボートでも人気らしいね。ねえ、まあ、ジャークベイトってもう何でもいいけどね。そうどこでも。じゃあこれね、ウェイトが 20g あります。はい、じゃあ投げてみるよ。俺的にはあのウェイトボールの小ささがちょっと懸念事項なんよね。ああでもいいよ、お安定して飛ぶわ、うん、ほぼ対岸までいった。あとね、ただ巻きしたらね結構レンジ入るよね。そう 1m 近く入っとると思うよね。やべ、今ボトムに吸った。マジで、うん、あそこ、あそこブレークなんよ。あこっからやっぱり水の通り道と手前。なるほどね。そうで、まあ、キャスト感はねすごいいいんですよ。うん、でも正直ブローインとかの方がやっぱ飛ぶかな。まあね、細身やし。ジャーク感は、ジャーク感はね、こうピシッピシッってやるやん、ジャークって、うん、それをなんかこうパンパンパンってやったら、うん、なんかねあんまり綺麗に横飛び線イメージで、うん、どっちかといえばちょっとスイープ要素強めで、うん、こういうギュッ、こういうジャーク、あーさっきの違い分かるかな、うん、なんかこういうちょっとスイープ要素強めのジャークでしっかりスラックを取る、うん、この弾いた戻すこのスラック、これをすることでなんか結構幅広く飛んでくれたよね。はい、ジャーク感はブローインと比べてどう？変わらんかな。あ、あでもブローインってバシッバシッって感じじゃない？なんか、あそうやね、ブローインの方がバシッバシでピッピーやけど、これはうーんって感じかな。やっぱ対抗とかも関係あるんかな。ブローインの方が細身よね。そうやね。あとはシンキングかフローティングかっていう違いもあるかもしれん。あまあこれはサスペンドやけど、まあ、フローティングっていうことになっとる。もう、うん、あなんかこういうスイープ要素強めのジャークの方が俺は飛ばせるな。飛んどるね。ねえ、まあちょっとねやっぱスイープするけん、うん、こうこうというよりかはこうこうみたいな感じになっちゃうんやけど、わかるよね、うん、こうこうね。そうそんな感じで、まあでも全然大場所で使えるぐらい飛距離もまあそこそこ出ますし、はい、あとはね針も3本乗ってるけん絡めとるし、うん、あとはこの色もいいし、そう、うん、あとは 顔もこれ可愛いし、あそうそうそう、そう、あとははいはいOK です。はい、なんでまあ詳しいスイムはこの後、はい、スイム映像ありますんでぜひ最後まで見ていってください、はい、それではスイム動画にいってらっしゃい、はい。